はい、バイナリーオプションスペシャリストの半前川先生です。このシグナルが出たんで、シグナル通り打ったんですけどね。チャタリングは起きますね、ここのところね。これが難しいですね。こんな感じ、シグナル通り打っていくってね。あと4、5分あるんですね。また上がってきましたね。とこ見ると、やや勝ってるくらいでしょう。ね、このまま落ちたら。これ変わった時に1回ずつ進んでしょうかね。これ見ながらね。え、これデモです。デモです。こちらの方はエンジン長ですね。こちらはデモで自動売買です。ライブでは禁止ですので、マナーを守、あの、法規も守ってください。で、こちらですね。こちらの方はコード OK で、これはライブ講座です。で、こちらはシグナル発信してるんですけれども、勝ち越してますね。これシグナルは出ないんですね、今。なんか全然取れたの。もう参っちゃってます。まあちょっとこれ後で。ね、ちょっと一緒に見てくる。これは整理したね。バイね。バイ上ね。収納が出てくる。こっちもちょっと。こっちはデモですね。落ちてるから勝ちは勝ちなんだけども、一体いくつ打ったんだこれ。これスプレッドなんでね、いっぱいなんでね、対等に数えやすいんですよ。こうだから、何個打ったかって言って、ちょっと見てみようかな。ネットリキス。1、2、3、4、5か、ここ。5で割ると。50個ぐらい打ったんですね。
こちらのデモの試験の自動売買の方は OK ですね。ライブではしません。禁止ですからね。チェックでデモでやってます、自動売買ね。ハンドローは自動売買禁止ですから注意ください。それで、デモでやってます。ライブは禁止です。で、こっちですよね。これまた上がってきたのね。これ一体どういうことなんだろう。ハバーサイクルがあなるほどね。上に上がってきた。ちょっと考えてみましょうか。本当に下がってる。今度これどうか。